アナパの紋章。アナパは、ロシア連邦の南部、クラスノダール地方にある、黒海北岸の都市。アゾフ海の入り口近くに位置する。元は、アディケ人のナツハイ部族が住む港町であったが、今日では、多くのサナトリウムやホテルが集中する、海浜リゾート都市となっている。人口は 53,493 人。アナパのビーチ。アナパは、コーカサス山脈から北西へ広がる山地のふもとにあり、西は黒海に面している。アナパから西へはタマン半島が突き出しており、クリミア半島とケルチ海峡を挟んで接近し、アゾフ海を黒海から隔てている。アナパは州都クラスノダルからは西へ 160km。最寄りの都市には南東へ 50km ほどの位置にある港湾都市ノボロシースク。北へ 50km のアゾフ海南岸に位置する港湾都市テムリクがある。黒海に面し、コーカサスから続く山に囲まれているため、気候は温和で、1月の平均気温は1度、7月の平均気温は23度、月平均降水量は 400mm となっている。しかし冬には、-20度まで気温が下がりそうが降りる年もある。ギリシア人が、黒海沿岸に築いた植民都市。コルギッピアとあるのが今日のアナパ。アナパ周辺は古代以来の歴史を持つ。最初はシンダという名の大きな港でシンディカ地方の中心都市であった。紀元前6世紀、シンダのあった場所に古代ギリシア人が植民し、ケルチ海峡周囲を治めるボスポロス王国の王の名を取ってコルギッピアと名付けた。コルギッピアは紀元前3世紀から紀元前2世紀にかけて全盛期を迎え、コルギッピアの選手が形成したギルドが黒海の東半分の海上交易の支配権を握った。当地の権力者でヘロドロスの息子であるネオクレスの像がロシア人考古学者により発掘され、現在はロシア美術館に展示されている。しかしコルギッピアは3世紀頃、ボスポロス王国のほとんどの地域と同様に遊牧民族による略奪を受け、繁栄は終わった。古代のコルギッピアの発掘現場、オスマン帝国の要塞の門。15世紀頃にオスマン帝国がこの地を征服し、1791年には要塞を完成させた。現在のアナパという地名はアディケ人がつけたものであり、18世紀頃に遡る。ロシア帝国は何度もアナパを攻撃した。1828年に起こったロト戦争では、ロシア軍が1829年にアナパに対する包囲戦を行い、アナパの要塞は完全に破壊された。アドリアノープル条約によりこの地はロシア帝国領となった。1836年、要塞の跡地にコサックがスタニツァを築いた。当初、ツァーリ・ニコライ1世にちなんでニコラエフスカヤと名付けられたが、1846年12月15日、アナパの名で市の地位を得た。19世紀後半までは、アナパの住民は大半が漁業や交易に携わっていた。しかしこの頃から温暖な気候を生かした保養地としての開発が進んだ。1866年にはスパが開かれ、19世紀末から20世紀初頭にかけてサナトリウムも建設され、5番目上の都市計画が行われ、ロシア各地から休暇に訪れる人も増えた。10月革命後も保養地としての開発は続いた。第二次世界大戦では、1942年から1943年にかけてドイツ国防軍がアナパを占領し、市街地は破壊された。戦後アナパは再建され、黒海のリゾート都市の一つとなり、特にピオネールの夏のキャンプなど子供向けの様々な余暇活動の舞台となった。アナパの灯台。アナパの経済は観光業が中心である。アナパには観光シーズンになるごとに300万人の観光客が訪れる。ロシアでは典型的な家族向けリゾートとして知られ、ロシア各地からの空路、鉄道、道路でのアクセスが整備されている。アナパには北カフカース鉄道の駅があるほか、アナパ空港にはロシア各地からの路線が多く就航する。ロシア帝国やソビエト連邦の時代から黒海沿岸には多くのリゾート都市が連なっていた。ソビエト連邦の崩壊後、ソチやアナパなど、ロシア領となった都市は、ウクライナ領となったクリミア半島の伝統的なリゾート都市や、グルジアのアブハジアに属したガグラなどに代わり、多くのロシア人観光客を集めている。アナパには美しい砂浜が広がり、夏は快晴に恵まれる。ロシア国内では人気のあるアナパだが、施設が国外のリゾートに比べて良くないこと、西欧などロシア国外からの空路が少なく、モスクワやクラスノダルを経由しないとたどり着けないことから、ロシア国外からの観光客は少ない。ロシアでもトルコの地中海沿岸のアンタルヤやエジプトの紅海沿岸のシャルムエルシェイクに人気が集まっているが、これら高価な国外のリゾートよりも伝統的なロシア風のリゾートで価格も安いアナパを選ぶ人は多い。アナパ周辺の産地はワイン製造でも有名である。また、アナパ周辺では大規模な観光地開発計画も進む。25km 北西には長い砂浜が広がっているが、ここにアナパノバを建設する構想がある。この計画では砂浜の荒廃地に多数のホテルやアパート、豪華ホテルの入る超高層ビル、ショッピングセンター、別荘地、ゴルフコース、マリーナなどが予定されており、ドイツなどの資本も参加する。アナパ。情報をもっと見る。ありがとうございます。